もう工事中だからお前やめろよ。まあ、生コンクリートまだ乾いてねえんだからな。皆さんこんばんは、ヤッチと申します。今日はマインクラフト久しぶりにやってまいりたいと思います。なんとね、ヤチュラ応援団長リコーさんの弟がねお誕生日だったということで、3週間前とりあえずみんなでパーティーしようかなと思ってます。リコーさんのパーティーといえば、リコーパーティー会場があるのでね、そちらの世界に作っていきたいと思います。はい、こちらですね。そうだ、なんか作ってたんだ。すごいよな、これマーさんが作ってたフランボーの味とですね、なんかいろいろ作ろうとしてたんですけど進んでないですね。あ、ここまでなんかね、フランボーの病院をね再現しようと思ってね、途中で時間がなくなって終了した感じですね。そしてリコーパーティー会場はあちらでございます。と、どうやって行くんだろうこれ。待って、あ、そうそう、シフト2回押すとねジャンプできるんでした。向かいましょう。こちらです。せっかくなんでね、弟さんのパーティー、リコーさんのパーティー会場の隣でやりましょう。ここですね、懐かしの、ちょっと失敗したとこですね。なんか水族館みたいな感じで、なんかあっていっぱい何か散らばってる。なんだろうね、記憶がないんだけど。そう、水族館みたいな感じでね、イルカとかね、ウーパールーパーとかいろんなものをね放ったはずなんですけどね、みんななぜか骨になりましたね。いろいろ思ってたのと違うものが起こりました。というわけでね、その隣でやろうかな。今度お前は、なんかお前いるぞ、かわいいなお前。はい、じゃあ隣にヤッチの家でも作って、そこをパーティー会場とするか。なんか山だけどいいかな。そうしましょう、平地にしましょう。ちょっと待って、やり方があって、あ、はい、これね、オッケーオッケー。ちょっと平地にしましょう。さすがにね、デコボコなところに落ち立てられないね。おー、いいかな。ちょっと、めんどくさくなってきちゃった。でか。なんか間違えて地面まで掘っちゃうんだよな、これ。難しいよな、前か思うけど。とりあえず、家を作ろう。ここにね、はい。部屋地の家はね、テラスハウスなんでね。ちょっと一部を切り取ったような家になるかもしれませんね。なんか掘っちまったところはコンクリートで。はい？埋めて、こんな感じかな。まずは、土台を作っていくか。なんか家ってあんまり作んないからよくわかんないよね、仕組みが。マイクラで建築がね得意な人とかすげえなーって毎回思いますね。あ、やっちは永遠にできなさそうです。とりあえずなんかもうフィーリング感覚でね作ってきます。さすがになんか下水道とか気にしなくていいんだよね。そんな仕組みはないかな。これしよう。いいんじゃないの？やっちの家。はい。待って。全部埋めてこう。一応な。じゃあ土台はこれでいいかな。なんだお前ら、遊びに来たのか？もう工事中だからお前やめろよ。もう生コンクリートまだ乾いてねえんだからな。なんで二人とも飲んだよお前ら。めっちゃ邪魔してくるあいつら。ここは階段にしよう、登れねえからな。これか？階段、あ、なんか間違えた。間違えたな。床だな、普通な。ここ。いきなりコンクリートの上に。ねえよな、普通家って。うん。はい、家に入ってきました。あ、はい。床はこんな感じかな。じゃあ、中身ですね。やっちの家はなんと、入ったらね、いきなり階段があるんですね。この家。いや、待って、扉が必要か？待って、扉が先だな。扉をつけよう。よし。これで、開きます。あ、あ、この階段の上に2階をつければいいのかな？どうやってつくんだろうね、2階ってね。隣につけられるのかな？あ、つけられる。むず。すげえ広い家になっちまって、お前。現実と違えぞ。まあ、いいか。あ！はい、2階ができました。なんかちょっとずれてる気がする。これで壁にするか。おおさん、
前久しぶりだな。お前前もパーティー会場下見に来ただろ。やっぱりパーティーに参加していいのか。お前らもなのか。かわいいな。またな。お前はあっちのが好きなのか。ちゃっかりまた下見に来てやがる。ん？ん？やべ、間違えた。あ、間違えた。よし、壁ができたぞ。なんか変だな。あ、窓がないのか。窓作ろう。暗っ。そっか、暗くなっちゃうんだ。ぶち抜いて。こんな感じでいいか。おー、すげえなんか、別荘みたいになってきたぞ。よし、窓ができただけでね、だいぶ家っぽくなってきたな。よし、入ってみるか。いい感じ。よし、入ってきて。やっちゃんはいつもね、この辺で、パソコンを設置してね、実況してるんですね。だから、ここに机置くか。これ机かな？なんか違う気がするけど、いいか、これで。あと椅子？パソコンとかあんのかな？さすがにないか。え？やばー！ちょっと待って。見たらすげえパソコン作るの難しかったぞ、お前。今度誰かに教えてもらおう。見ながらね。じゃあ、とりあえずなんか椅子も作り方難しそうだけど、椅子もやってみるか。扉使うんだな。黒はねえんだな、さすがに。これでも作れるのかな？でも扉になっちゃうのかな？ちょっとやってみて。扉だね。扉だね。まあいいか。扉になっちゃったけど。で、階段？ああ。あ、いいんじゃね？この椅子で。もう、この椅子でいいんじゃね？おー、看板だ。これか？あー！おー、なるほどな。賢いな、これ考えた人。オッケー。で、こっち側にソファーが今置いたんだよね。同じようにやればいいんだな。で、入ってきて、机、パソコン。パソコンちょっと作れなかったわ。難しい。冷蔵庫？あ、レバー。あ、知恵。レバーじゃなくて、なんだろう、みんながつけてる取っ手みたいなやつは。わかんねえな。まあ、いいか。お前、まだ完成してないんだから入ってくんだよな。また今度招待するからな。またな。かわいいな、お前。入って、冷蔵庫あって、食洗機か、ここは。食洗機をどうやって表現しようか。まあ、わかんねえから、これでいいか。すげえ広いキッチンになっちまったよ、お前。こんなんじゃねえぞ。あ、なんか違うと思ったら、ここにトイレが来んのか。ってこと？あ、いいんじゃない？ぽいぽい、お風呂っぽい。シャワーみたいのは、どうやって表現できるんだ？あ、これ置いとけばいいか。あー、ちげえ、ちげえ。水が、バケツ置いとこうと思っただけなのに。ランタン俺は置きたいんだ。ここに置けんのか。あれ？これどうやって置けんだろう？ランタン。あ、穴ぼこ開いちまってお前。ここでいいか。あー、ここに洗面台あるわ。開けたら。だよな。なんかあんのかな。これがなんだか全然わかんない。エンチャントテーブル。おー、なんだお前は。唱えればお前。あれか？ちょっと違う。ちょっと待って、思ってたのと違うんだけど。唱えれば手洗えるのか、お前。あ、いいね。こんな感じ？あれ？あ、押し入れになってんだ。だからか。あれ？あれ？進めない。あ、これでやっと取れんだ。あれ？あ、間違えてケーキかじっちまったよ。間違えてケーキかじっちまったよ。ろうそくに火つけたかったのに。もしかしてろうそくに火をつけるという概念がない？あー、食べちまった、食べちまった。違う、違う。あー、食べちまった、お前。なんでお前勝手に食べてんだよ、ケーキ。というわけでね、完成しました。やっちの家になりますね。ルームツアーいたしましょうか。オープン。今回のリコーさんの弟のケーキですね。入るとソファーと机。ここにね、やっちがいつも
実況しているパソコンがありますね。これ冷蔵庫です。ちょっとねケーキいっぱい作っといたんでね、みんなでいっぱい食べよう。はい、ここがねトイレですね。ここになんか洗面台があります。呪文を唱えると洗面台で手が洗ったことになるね。洗面台です。こっちがねトイレですね。なんかねやっちのトイレすごい狭いんだよね。一個下がってる。あ、ここがねお風呂場です。ちょっとねバケツでも置いとこうと思ったら、なんかバケツを置こうとしたら水流れちまったやつですね。はい、じゃあ閉めとこう。じゃあね、あと2階があるんでね、なんかねその大きさがね全然違いますね。ここがプレステコーナーです。ペットはやっちは寝相がとっても悪いので、絶対にセミダブル以上じゃないとね寝れません。ここもねやっちのいろんなものが詰め込んである場所です。よいしょ。はい、ルームツアー以上になります。最後にね、よっお前も遊びに来たのか、入ってもいいぞお前は。それじゃあね、最後に屋上に参りましょう。誕生日おめでとう弟ちゃん。ここにもケーキ置いとくか。なんか見てて感じするもんな。もっとろうそく立てたいが、この辺にしておいてやろう。はい、それではね、今日はこの辺にしておきましょう。次回もお楽しみに。またねー。